こんにちは、シドニー在住のエリカです。今回はシャネルの2024年春コレクションについて動画を載せたいと思います。過去の動画でもこちらのコレクションをご紹介したのですが、その時には入荷していなかった商品もあったので、そちらをご紹介したいと思います。担当者を待ってる間にサンダルを見てみました。こちらはヒールがないフラットのサンダルで履きやすいです。また似ているデザインでヒールのついているものもありました。周りについているチェーンがとってもゴージャスでした。今日も美味しいドリンクをありがとうございます。早速ミニバッグを見ていきます。こちらはクラッチバッグでチェーンがついています。とっても小さいサイズでカードや小物が入る大きさです。ミニケリーと呼ばれているこちらのパープルのミニバッグもとっても可愛かったです。こちらのバッグはクラッチバッグとしてもチェーンをつけてショルダーバッグとしても使えます。こちらは取り外しが可能なチェーンがついている人気のチェーンウォレットです。ファッションに合わせやすく使いやすいです。トップハンドル付きのバッグも大変人気があります。ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても使えます。デニムのローファーも大変ファッショナブルです。こちらのクラッチバッグもチェーンが何連もついていてとっても可愛かったです。今回も動画を見てくださりありがとうございました。いいねやフォローしてくださると嬉しいです。猫ちゃんの動画も載せてますので、よかったら見てください。